ティトゥス・フラウィウス・ウェスパシアヌスは、ローマ帝国の皇帝である。一般的には、ティトゥスとして知られる。フラウィウス・アサ、第二代の皇帝である。先帝ウェスパシアヌスの長男、母は、フラウィア・ドミティラ、弟は、ドミティアヌス帝。39年、ローマにて誕生した。ティトゥスは、コーグルで帝国の後継者たちと共に学んでいたらしく、定位継承者の一人ブリタンニクスと、 仲が良かった。そのブリタニクスが毒殺された時、ティトゥスはすぐ隣にいてもられた毒を少し試し、長い間床に伏せていたという。このことを、ティトゥスは、生涯忘れず、後に皇帝になった時に若くして死んだ旧友の像を、混流したと伝えられている。61年から63年にかけて、トリブヌスミリトムに、就任、東ウェスパシアヌスと共にブリタニアへ赴く。 64年に、ローマに戻り、アレキナテルトラと結婚。しかしすぐ死別。翌65年に、マルキア・フルニル、ラと再婚する。妻の成果は、帝国経営者、後のローマ皇帝、ネロの対抗勢力に属していた。そして結婚と同年の65年に、元老院議員であったガユスカルプルニュースピソによる、ネロの暗殺疑惑事件が発生。この件で妻とは離縁する。 以来彼は結婚しなかった。ティトゥスの外線門のレリーフ67年に父、ウェスパシアヌスとユダヤ人の反乱鎮圧のため、パレスチナに向かう。クアエストルとなっていたティトゥスは、同地で軍の一指揮官として勤務する。しかし68年に、ネロが辞し、ガルバがローマ皇帝として就任する。この時ティトゥスは、父ウェスパシアヌスの命令で、ガルバに、 皇帝就任の祝辞を述べるためローマに赴いたが、ガルバ殺害、おとじし、アウルスウィテッリウスが皇帝即位と正法の情勢が混乱しているのを知ると、旅定の途中で自らの判断により父の死体引き返している。そして以降ユダヤ戦争の鎮圧に専念する。このように一年に皇帝が四人も変わるという政権が不安定な四皇帝の年に、ティトスは、 シリア族州総督、ムキアヌスと共同して父、ウェスパシアヌスを支えた。69年には、最初に、ムキアヌスがウィテリウスに対する戦法として、そして次に父、ウェスパシアヌスがローマへ、皇帝宣言のため赴くと、エルサレム攻略の司令官となり、70年には、エルサレムを占領し、73年まで抵抗を続けた、マサダを陥落させ、ユダヤ人の反乱を平定する。 この時に、ユダヤ王家の一族に連なるベレニケと恋に落ちた。そして、ローマに帰還して、外旋式を挙げる。この外旋式の様子は、フォルムロマヌムの東端に、ティゥスの外旋門のレリーフに残っている。その後、東エスパシアヌスと共同統治し、プライフェクトスプライトリを及び、失勢官職を数回務めた。失勢官7年目となる79年に、 死亡した父の後を継いで、ローマ皇帝となる。ティトゥスが皇帝になった時、人々は彼が再び、ネロのようになるのではないかと、心配した、と、後年ウガイウスエトニウス・トランクイルスは書いている。理由は愛人であったベレニッケで、ローマ市民にとって彼女は、クレオパトラの再来であるかのように映っていた。しかし、市民の危惧を悟ったティトゥスは、 ベレニケを妻とすることを諦め、そのため逆に市民の同情と支持を得ることになった。また、検討指示会を頻繁に開催したり、選定、ウェスパシアヌスを揶揄する喜劇が上演されても、一切とがめ立てしなかったので、ローマ市民の間でも人気が高かった。元老院との関係も良好で、反逆罪の罪状を使わないと宣言した。ティトゥスは何も良いことをしなかった時には、日を、 失ってしまったと嘆いたという。在位中に、レスビオ火山が噴火し、ナポリ近郊の都市ポンペイが壊滅したほか、ローマが3日間炎症し続ける大火災が発生した。ティトゥスは、精力的に被災地の救済に当たったが、その最中の81年に、熱病で死んだ。わずか2年の知性であった。スエトニウスはマラリアでの死、あるいは弟ドミティアヌスによって毒殺された。 可能性があるとも書いている。在位が2年にもかかわらず、キゥスの評価は高い。後に暴虐な皇帝とされた弟ドミティアヌスと、対照的に善良な皇帝として評価され、後世には語検定によって皇帝の理想像とされた。ただし、知性が短ければ、誰だって良い皇帝でいられるという文句が、ローマ人の間で流行したとの記述もある。暴君とされる。 ローマ皇帝であっても、その長い知性の最初の数年は前世を行っていたことから、キクスの知性も高ければ同様であったかもしれないという表である。ありがとうございます。